はい、こんにちは。札幌内部さやまかしの、ゴーリカヤメです。今回は、ショーバルタンの方でほとんどカットしたんですけど、カットしたのを説明したいと思います。でこのショーバル、うちのショーバルでクーリンパでまず毛のバランスをこう取っていきます。そして、人間の髪ってサイドの髪がこうあって襟足がついてるから、ここの重さが絶対残って出てきちゃうんですよね。1分あったらカットできますけど、1分でお客さん切っちゃうと、まあ、やっぱりちょっと早すぎるので、まあ、ゆっくり時間かけてカットしちゃうんですけど、だいたい急げば本当1分でカットできます。1枚切る普通のカットだったら1分で切ることってまずできないと思うんですよね。でこれが今カットしたコームを使わないでカットしたカットラインなんですけど、細かく引き出してカットして時間かけて切るよりも絶対確実に綺麗です。 R も入ってるし、カットラインもこの状態です。これチェックカットがもうそんなしてない状態なんで、綺麗にこんだけつながってる状態なんですよ。これはもうこのクリーニンパーだけで切ってます。なので、全然1分で普通の人よりも綺麗に切ることが可能なんですね。そしてこの襟足のラインが残ってるから伸ばしていくので、今まで前下がりのボブだったんですけど、顔周りをちょっと切ってます。本当に落ちる位置で、ちなみにこれノーブローの状態ですね。カットしてアイロンも一切入れてない状態です。しっかり状態にしたような状態ですね。それで、まあ、この良さなんですけど、毛先が切れないですから、ちょっと癖あったんで、こういう癖がありますよね。でこの癖を殺すには、これをこっちに矯正しないものですよね、髪の毛を。なのでこの毛束を自然に持って、この状態逆からこっち側からこう入れてきます。その時に最後までバツって切っても重さが残るようになってますね。なぜかっていうと、ここが切れないからですね。なのでこの毛束をこう曲がってますね。これを矯正するにはこっちにひっくり返して、ここを毛先の方だけこういう感じで取ると、少し矯正して重さもちょっと取れつつ、まあこう丸いラインが作れる。この辺、こっちにこう流れてる、あこっちにこう流れてるラインの場合はこっちに矯正してないわけですから、こういう場合はこっち流れてる毛に関してはこっち側からこう切っていく感じです。なるべくダウンステムでやった方が重さが残るので、あんまりリフトしてしまうと結構軽くなりすぎちゃいます。ここからこういう風に取ることによって、まあ、重さも残って少し束感が出る感じに持っていけるのがこのハサミの特徴ですね。普通のハサミだと毛先までスーッと入っちゃうんで、重さを取りすぎてしまいますね。あとは、まあ、これもちょっと取っちゃったんですけど、まあ、うちのやり方でフラッティングって言って、この大バルタンですね、大きいやつで、大バルでちょっとこういう風に表面の、もともとモデルさんの髪質がいいんで、まあそんなに必要ないんですけど、表面の本当にこうツヤ感っていうんですかね、そういうのがさらに出ていきます。その時よくやる人がこう引っ張ってこうやって、まあ何度も動画でも言ってるんですけど、引っ張ってこうやる人はあれ NG ですね。絶対跳ねるんで、毛がこの状態で収まるわけじゃないんで、こういうふうに収まるので、引っ張って入れると絶対跳ねます。なのでなるべくこの内巻きのこの素材の質感を生かしながら、あんまり無理をしないで自然にやるっていう方が一番収まるんですよ。これはもう僕いろいろ経験した結果です。昔は引っ張ってやったりもしてたんですけど、これがいいです。で本当にすごい毛羽立って出て、大変な時はコームを使って、コームをこっち側に内巻きにロックさせて、 R フラッティングっていう技ですけど、これをこっちにロックします。ロックした状態でダイバルでカットしていきます。これをロックしてダイバルでカットしていくと、まあ内巻きに収まっていく感じですね。この時もなるべくノーテンションで、優しいぐらいに切った方が一番いいですね。ただあまり今回のモデルさんの場合は重さ欲しいので、あんまり軽さがいらないっていう感じなので、
極力そぎも少なめにしてます。ほとんど入れてない状態ですね。くるりんぱで綺麗にライン切れれば全然そんなにやらなくても大丈夫かも。こういうラインの修正するのにバツって切れちゃうと怖いんで、そういう時にはレザーセニング、 R セニングで真下に毛を動かして、あ、ちょっとこの辺出るなっていうところは綺麗なラインができますね。でもセニングのラインが嫌だっていう方はもう上手くなればですね、ショーバルで全然ラインもどうなってるのかっていうと、ほとんどっていうかコーム使って切ってないんですけど、結構綺麗にこうつながっている状態がこういうふうにつながってますね。こういうふうに丸く R が入った状態でつながってる感じですね。生え変わってる毛とかが、まあ、ちょっと切れそうなやつはあまり切っちゃうと短いからできちゃうんで、ほんとコーム使いながらこうゼロフラッティングっていうのでダイバルを使って、これダイバルタンですね。あと顔周りのこうちょっとシャギーっていうかな、顔周りにこうかかるラインとかは少しイングラにグッと曲げたいんで、曲げるってことはやっぱり少し短い毛作る必要があるんで、そこはこのショーバルタンで少しこうこっち側に矯正したい方に持っていって、ちょっとしか切れてないですけどね。でもね、これが結構ちょっと違うんですよ。これを何回かやっていくと削ぎたくない人なんかは内巻きにグッと入ってくるんで、これはね、ダイバルだとちょっと危険ですね。長いからショーバルでこうちょっとこういうふうに、そう、ショーバルタンはねこういう細かい毛の調節に使います。ね、本当何ミリの世界で切れてるんですけど、本当にこう細かい毛なんですけど、それが結構変わるんですよね。で、まあ先っちょが切れないからこう切れる心配もないっていうのも一つ